はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイです。極上、タカラの極上レモンサワーの、熟成漬け込みレモン。これ飲んでないんだっけ？あー、多分飲んでないですね。アルコール度数が 7% で、果汁が 8%。糖漬け、レモンシロップ、使用って書いてある。プリン体ゼロ、甘味料ゼロ。繁盛店がこだわるレモンサワーの味わいを参考に、樽醸造熟成酒を厳選しブレンドした宝焼酎とこだわりのレモンを使用した一クラス上のレモンサワー。熟成漬け込みレモンはレモンをじっくり砂糖に漬け込んだ、熟成感のある贅沢なコクが特徴。いろいろなレモンサワーの味わいをお楽しみください。原材料名がレモンとレモンシロップ、レモンエキスと焼酎、かっこ国内製造と糖類と酸味料と香料とトレハロースが入ってる。これトレハロースってこれなんだっけ？甘味料だっけこれ？トレハロースってなんだろう？甘味料じゃないの？違う？砂糖の 38% の甘味度で、後を引かないすっきりとした甘みを持ち、素材本来の味を引き出しつつ、美味しさや食感の良さを長く保つことができるとあって、現在では多くの加工食品に欠かせない材料となっています。これは何？人工甘味料？違う、あれか？天然甘味料とかいいんじゃないかな。わからん。二糖類って書いてあるね。ああ。まあいいやね。ちょっと、このウィキペディア見ながら、あれしますか。ウィキペディアトレハロースでググるとですね、トレハロースは自然の多くの動植物や微生物中にある。動物ではエビや昆虫類に含まれている。バッタ、イナゴ、チョウ、ハチなど、多くの昆虫の血統はトレハロースであり、分解酵素、トレハラーゼによってブドウ糖、過去グルコースに変えて利用している。はぁ、あ、なるほど。なんか分かったような、分かんないような。まあいいや、カンピー。てか、これパンツと、寒いな、今日ちょっと。今日ちょっと寒いぞ。今日ちょっと寒いぞ。さっき風呂入ったから、パンツとインナーシャツでいたけど、ちょっとさすがに寒くなってきた。もうあれ、秋で22度ぐらいですからね。部屋の気温が22度ぐらいだ。カンピー。あ、美味しい。あー、なんか、蜂蜜レモンみたいな。蜂蜜レモンの、チューハイみたいな感じだな。味が蜂蜜レモンみたいだ。昆虫の血統としてのトレハロース濃度は何とかかんとかの範囲にある。この値は人のグルコースとして通常の血糖値に比べてはるかに高い。
なんか言ってる意味がよくわかんないんだけど、なんとなくすごそうなのはわかるんだけど、俺高卒なんで、わかんないですね。高卒な上にお前あれだぞ。俺の高校あれだからな。偏差値35だからな。それお前、そんなクソみたいなのね。まあいいや。トレハロースって、昆虫ゼリーってトレハロース入ってるとかなかったっけ？違ったっけな？あ、そうだ！昆虫ゼリーにトレハロースが入ってるんですよ。そうそう。俺ダイソーの昆虫ゼリーとか、カブトムシの昆虫ゼリーってあるじゃないですか。あれをよく、まあ、ストックしてあるんですけど、それに、トレハロース配合って書いてあるんですよね。そうだ、そうだ。で、トレハロースっていうのは、いわゆる昆虫とかの生きるまあ、源みたいな感じなんですよね。おいや、どうだ。トレハロース。トレハロース、昆虫の生きる、ね。まあ、元みたいな感じ。ね。よくね、昆虫ゼリーとか見てみるとね、トレハロース配合とかって書いてあるんですよ。で、ぶっちゃけ何がトレハロースなんかなと、ね。よく意味が分かってないんですよね。なるほど、それなんだな。なるほど。トレハロース。なるほどね。人工甘味料って書いてあるぞ、これ。これ、トレハロースで人工甘味料なの？食品添加剤がトレハロースらしいですね。トレハロースはどんな食品添加物なのでしょうか。トレハロースとは動植物の細胞内にも存在する天然の糖質です。トレハロースは甘みをつけるというよりも、その優れた保水性を利用して品質保持のための保存料として使われることが多いと。なるほどね。トレハロースの原料は、トウモロコシやジャガイモのでんぷんらしいです。だって。あ、やっぱり人工甘味料臭いですね。あれ？ここに甘味料ゼロって書いてあるんだけど、これ。よくわかんないな。食品添加物としての甘味料、括弧人工甘味料は使用してませんって書いてあるんだけど。ちゃんと使ってるんだよね。言ってる意味がわからん。
でもこれ美味しいですよ。うん、全然甘味料の感覚っていうか、まあ、甘ったるいみたいな。まあ、特に感じないですね。ああ。え、こちらはですね、9月の4日新発売らしいです。ああ、普通に美味しいですね。ああ、蜂蜜レモンみたいな。蜂蜜レモンサワーみたいな感じかな。感覚として。酸っぱさと甘さ。うん。割かし、まあ、うん、まあ、ちょうどいいぐらいかな、甘さとしてはね。うん。ただ、まあ、レモンのね、酸っぱさもしっかり感じますし。うん。まあ、普通に美味しいんじゃないでしょうかね。そう、関係ないんですけど、最近ですね、映画の、世界の中心で愛を叫ぶっていう、映画をね、久々に見たんですが、まあ、僕が17歳の時にね、その映画はね、放映されてたんですが、まあ、ちょうど、ね、その、主人公が17歳の、人なんですけど、まあ、17歳っていう設定な。で、あのドラマ見て、あ、ドラマじゃない、映画ね。見てボロボロ泣けるんですけど、同時にね、やはり、白血病っていう、まあ、主人公のその、ね、彼女がその白血病になって、まあ亡くなってしまうっていう、まあストーリー的にはね、そうなんですけど、その映画の、その設定ってか、年代ね、その映画の設定の時代が、1987年ぐらいなんですね、確か。うん。ちょうど俺が生まれた年なんですけど。で、その頃、まあ昔、今から30年以上前は、白血病っていうのは本当に治らない病気だったわけですよね。で、その数年後に、骨髄バンクっていうのが、できまして、なんかその、ボランティア団体みたいですね。よく骨髄バンクとか聞くじゃないですか。まあ、よくは聞かねえか。まあ、結局のところ、白血病の人の、ね、まあ、助けに、まあ、なるドナー登録みたいなね。うん。まあ、あれをね、ちょっと、まあ、個人的にちょっとしてみようかなと。結構ドナー登録されてる方が割とたくさんいるんですよね。で、なんかサイトに、ね、そこの、骨髄バンクのサイトがあるんですけど、そこで、ね、申し込みみたいなの、用紙が送られてくるんですよね。ポストに用紙が送られてきて、それを書いて提出するっていう。そうすると、そのドナー登録が完了するらしいんですけど、まあ、それはとりあえず、ね、郵送し、ここのポストまでね、郵送してくれるように、メールを送ったんで、
まあ、もう、1週間ぐらいでね、その、ドナー登録のね、書類が届くとは思うんですが、で、骨髄バンクっていうので思い出したんですけど、俺はそもそも人生で、献血をしたことがないと。僕は献血したことがないんです。人生で31年間。献血したことないんですよ。で、やっぱ献血ってほら、他の人の、まあ、あれになるじゃないですか。ためっていうかね。まあ、輸血とかに使われるじゃないですか。で、当然その骨髄バンクも、まあ、誰かの役に立てますからね。でもまあ、俺、すごい血液を見るのが嫌いで、注射も大嫌いなんですけど、まあ、注射大好きっていう人は多分ド M なんでしょうね。俺、注射が大嫌いで、血液検査とかする、血液検査っていうか、注射とかさ、あるじゃないですか。血液取ったりするの。俺、血液見るのがもう嫌で、気分悪くなるんですよね。本当に。だから嫌いなんですけど、でも、まあ、献血って 200cc と 400cc があるんですよ。で、それで、まあ、どっちにしますかみたいなね。どれぐらい、血を抜きますかっていうのはあるんですけど。まあ、俺はとりあえず 400cc をね、今度チャレンジしようかなと。で、なんか、献血の、バスみたいなのが定期的に割かし、いろんな地域を回ってるみたいなんで、今度ちょっと近くにね、来る、ようなんで、献血にね、まあ、挑戦してみようかなと、思いますが、まあ、とりあえず、あれ、そうは思うんだけど、ただ、俺結構ほら、いろいろ、体がね、まあ、うつ病の薬とかいろいろ飲んでるから、まあ、果たして献血されるのか、まあ、果たしてどうなのかっていう。逆に拒否られないかっていう。怪しいですけどね。まあ、今度、献血のね、行ったらその動画あげますね。録画して、人生初の献血みたいな感じ。動画あげます、ね。まあ、お楽しみにということで。まあ、献血とかはさ、献血のメリットはやっぱ結構あるんですよね。献血すると、血液検査も一緒にしてくれるから、健康管理、健康のその管理ができたりとか、まあ、血液検査をしてくれるわけですからね、ただでね。で、あとなんか血液を抜くことによって、新しい血液が、出来上がるじゃないですか。作られるじゃないですか、体の中で。で、そうなると、やっぱ新しい血液が、その分、作られるわけですから、まあ、なんていうんですかね、まあ、古い血液っていうのを言い方もおかしいけど、そればっかりじゃなくて、その新しい血液も体の中で循環させることができるというか、作り出すことができるんで、まあ、なんか気分的にいいとかね。まあね、そういった、まあ、メリットがあるみたいですけど。コク。甘み。香り、これは美味しい。これは美味しいです。
3344で少しあれ出ました。